者はしばしば自らの苦しみにとらわれる。今こうして考えてみると、あの言葉は的を射ていたようだ。私が持つわずかな知恵ごときでは到底何も成し遂げられない。知恵によって人を律することはできても、天を左右させることはできない。人の手によって変えられることは、運命の定めに比べれば気の毒になるほど少ないのだ。白球よ、胸に手を当てて考えてみるがいい。この状況で天地を相手に力比べをして成功する確率など一体いかほどあるというのか。君たちにどれほどの力があるというのだ。宴、華麗な衣装、命令を聞く従者、これこそが私が追い求める快楽。けれど、あなたが言うように、これじゃ足りない。全然足りないわ。あなたたちよりも特別なキャンバスを見たことはないし、老朽より面白い舞台も目にしていない。私はこの時間の限られた宴の楽しみ、そのすべてを体験できてないのよ。だから、あなたの正体を受けようと思うの。生と死とはもともと虚無が一体となったもの。私が追い求めているものは死ではなく魂の永遠の安寧なのだ。だがその前に私には少々やらなければならないことがある。私がしてきたことに間違いがないかを確かめるために、この道の行く末を見届ける必要がある。死が何をもたらすのかを知るために、その真の姿を身をもって確かめる必要があるのだ。その後、私は世界に残した自身の痕跡を自らの手で消し去るだろう。私たちの結末が罪悪の中で無に帰す定めにあるのなら、この地の罪を一人に帰すというのも悪くないと思わないか。私もお前の共犯者になって思い切りやってみるとしよう。意志の集まりの代弁者？そんな複雑なもの今まで一度も考えたことないよ。だけど二人の知恵を合わせれば一人に勝てる。二人の力は一人よりも強いことはわかる。みんなが一緒になればもっと幸せになってもっと強くなれる。だから、私にも手伝わせて。それが、みんなの決めたことで、私自身の望みでもあるの。明かりは私。でも、私は明かりのためにいるわけじゃない。私と、運悪く生き残れなかった仲間たちの間に、違いがあるとは思わない。でも、こうしてまだ息をしてる以上、何かをしなければならない。あんたの提案に興味があるわけじゃない。ここに来たのは単に私たちが同じ道を進んでるからだ。私は私なりの方法であんたたちの助けになる。明かりは消えたりしない。影が存在し続ける限り光を求める人間がいるから。世界を救う？私は正義の仲間なんかじゃない。そういった道徳心あふれる理想なんて私には合わないわ。でもあなたが七術を集め偽物の権能を授与したのは多分いわゆる理想のためじゃないのでしょ。今にも倒れそうな力と
刻一刻と変わり続ける仲間、すごくいい組み合わせだってそう思わない？あなたの誘いにうなずいた以上、私も影の災禍を解決するために全力で協力することを約束しましょう。でももしいつの日か巨岩で作られたバランスが最終的にガラスのように砕け散ったら、その破片の中で最も珍しいものをコレクションにしても私は一向に構わないのよ。いい協力関係を維持しましょう、私の友人。ごめんね師匠、たくさん心配してもらっていろいろ教わったのにほとんど成長してなくて、でもうち本当に嬉しいよ。師匠から声をかけてもらって七術の一人になれたんだから。アストラルリングがどんな力を与えてくれるのかはまだわからないけど、もしかしてうちはその力で万事順調、順風満帆な大英雄になっちゃったりして。また思わず想像を膨らませちゃった。うちにもわかってるんだ、うちの最大の特徴って多分平凡なところだよね。可愛い衣装を着てもお姫様に見えないし、英雄に変身できる道具を持っても凡人のままだし。でもそうだとしてもうちは何かをしたい、少しでもみんなの力になりたいんだ。それにここはうちの縄張りだよ。ここを守るために10倍100倍の命をかけて戦わなかったら、老朽を守れなかったら、うちが身を寄せる場所がなくなっちゃう。師匠、アストラルリングの助けがあればうちらはきっと勝てるよね。私たちはきっと勝てるか。思い通りになったことは一度もなかった。だが私たちが今まで進んできた道は天意に従うためにあったわけではない。知恵によって人を律することはできても天を左右させることはできない。天命には逆らえずとも、この100年の時間と何度も立ち向かってきた勇敢さはこの日に細い亀裂を作ってくれるはずだ。影縛りに失敗してから私たちが天に逆らい犯した罪はもうとっくに数えきれないほどになっている。ならばもう一つ罪が増えたところで別に構わないだろう。自ら死に行くようなものかもしれないが、この身を惜しんでどうする。運命がどういう形で降りかかろうとも、私たち七術は神を作る罪を喜んで犯そう。これは諸君、処刑の儀が終わった。間もなく影の意志が殻を破り形あるものとして覚醒することになる。そうなれば老朽の上空に100年も存在してきた巨岩の島も地に落ちるだろう。この地に残っていれば巻き込まれる恐れがある。そこでまずは私と共に来てくれないか。安全な場所へと移ってから今後について話し合うことにしよう。影の意志がどのような形を作ろうと、それは影の意識が入った容器に過ぎず、その姿をした者の本性とは一切関係ない。うん、うちも分かってる。ただちょっとびっくりしちゃって、
ほらほら、ここでこうやってぼーっとしてても仕方ないし、早く行こう。ねえ、これからどこに行くの？琥珀街なら大事になっているから、エータンの振動を避けるには十分だろう。まずはそこへ行こう。うん、うちもそれがいいと思う。影の中の奴らがもし一般人に手を出そうとしても、あそこなら対処できるしね。その通りだ。それなら急いだ方がいい。さっきの儀式でみんながかつて巨岩から得た力はより速いスピードで失われるはずだから。師匠、みんな。気にする必要ない。計画をスムーズに進められれば些細なことなど考える必要はない。確かに私にとって術の力を失うことは逆に制限がなくなるようなもの。普通の戦いなら私一人の力があれば十分。あ、セルマ、うちが支えてあげようか？へえ、スズメちゃん、何を言ってるの？よく聞こえなかったからもう一度言ってくれる？いや、なんでもない。お先に、お先にどうぞ。小尺お姉ちゃん、少し話したいことがあるの。どうかした、セラ？あなたが今回の件を気にする必要はないわ。歴史はただ賓客が集まった宴のようなもの。参加者一人のために変わったりしないのだから、あなただけで背負い込む必要なんてないわ。セラ、セルマお姉ちゃんが言いたかったことだよ。セルマお姉ちゃんの潜在意識はそれを誰にも伝えちゃいけないって言ってたけど、今の小尺お姉ちゃんには必要な言葉だと思ったから。うん、ありがとうセラ、ありがとうみんな。夢追い人、行こう。張り切って出発。セナディア、ターゲットに接近中。ドニグル、何してるの？ドニグル、ぼーっとしてないで行くよ。島が落ちてきて潰されて犬クッキーにでもなっちゃったら大変だよ。ああ、そうか。あなたは影の造物だからそんなことを心配する必要はないんだね。ドニグル、あんたってば何を見てるの？何かを探してるとか？英探だ。英探？でもあんたが見上げてるのは空だろ。英探があるのはうちらの足元じゃないか。ああ、でもな、英探を見ようと思うならそれの元をたどる必要があるんだ。そんな単純なことになぜ俺は今まで気づかなかったんだ。ドニグル、何を言ってるの？全然わからないんだけど。私にもわからない。こいつの言動は全部おかしいと思った方がいい。地球での経験から言うと、こういった動物の大きな変化は自然災害の予兆とされてるけど。理解できねえならどいてろ。適当にぐちゃぐちゃした解釈を披露するな。本当にうるさい。お前らは世界を救う大英雄とやらになりたいんだろ？ならさっさと行け。それってどういう意味？あんた、戦いの直前になって裏切ろうと思ってるわけじゃないよね？裏切る？バカを言うな。そもそも俺とお前らは同じ道を歩いてたわけじゃないだろう。昼間も戦ったばかりなのに、もう忘れたのか？これまではあの放棄に押さえつけられてたせいで人の機嫌を伺うしかなかったが、儀式が終わった今、俺は自由だ。自由がわかるか？俺が何をしようが何を考えようが、お前らにごちゃごちゃ言われる筋合いはないってことだ。眺めがいいから俺はここにいる。分かったか？
邪魔だ。あ、ちょっと。まあまあ、セナ、ドニグルの言うことももっともな。時間もないし、急ご。行こう。うん。もっと早くこうするべきだった。じゃあな。空から雨が降る。それは当たり前で止められないが、同じように変えられないことがある。人にはそれぞれ行くべき場所があるんだ。もちろん俺も例外じゃない。ドニグルのやつ本当にムカつくよ。あの犬を放っておいて大丈夫？大丈夫。ドニグルのしたいようにさせておこう。あいつは別に行き過ぎたようなことはしないはずだよ。この炎もまた影の意志に対抗する方法の一部だ。まずは目の前にいる敵を片付けよう。安全な場所に移ってから改めて説明する。つまり、さっきのは…ああ、巨岩の島が…定められた運命を迎えたんだ。状況が落ち着いたら、私たちはエイタンの方に戻るの？そう慌てなくても大丈夫だ。私たちが…戦術を練る時間はまだある。影の意志にとって永久の障壁を消滅させ、エータンの力を完全に操り始めるまで、それなりに時間がかかるはずだ。いいかい。エータンの中には純子の力がまだ残っている。先ほどドニグルがあの場を離れようとしなかったのも、おそらくそれが理由だろう。リトおじさん、生前リトスとは死ぬ際にその全ての問題を片付けることを望んでいた。しかし残念ながら私は友としてその望みを叶えてやれなかった。それにあれから100年経った今も、彼の殉死によって残された力を借りて、ようやくわずかに残った正気を維持することができている状況だ。リトストおじさんが言ってたよ、本当の死を迎えることはできないって。そうだ、リトストが残した問題、彼の恐怖は未だ完全には消えていない。彼が自らを犠牲にして供養したエータンは、
最終的に自身をもそこに閉じ込めることになる。それをリトスとは100年も前に理解していた。師匠、うち少弱、そう悲しむ必要はない。リトスとの英断での殉死は彼自らが考えてしたことだ。初めから影による災禍の蔓延を抑えるためにね。全ては私のせいだ。君たちの中の誰かの過失ではない。だがそうは言っても私は行動のアストラルリングを使ったことを後悔してはいない。もしあの日に時間を巻き戻すことができたとしても、私はまた人神に至ろうとするだろう。だがアストラルリングですら影の本質に耐えられないことが証明された以上、今回もし影による災禍を完全に終わらせられたら、人々に殉死の貢献を忘れさせることができるだろうつまりあれから100年経った今、私たちはようやく初めてリトスとの願いを本当の意味で叶えられる機会を得ることができたんだ。うん思い出を振り返るのはこれくらいにしよう。そうしたところで今ある問題を解決することはできない。来たる死闘に備え、私たちはしっかりと準備をしておかなければ。諸君、私についてきてくれ。必要な手順を踏む必要がある。外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。諸君もすでに分かっているとは思うが、今後立ちはだかるであろう敵は自然の摂理そのものだ。私たちが全力を使って成し遂げたのは、見えない場所にいる無形の神を見える場所にいる有形の神へと変えただけに過ぎない。私たちはまだ神殺しの機会を得ることに成功しただけでそれ以上のことは今話したところで机上の空論だそこで私が言っておきたいのは、一人の神を倒す計画を進める上で何を注意すべきか、あるいはこうとも言える、私たちは本当に一人の神を倒したいと思っているのか、それともある権力を消滅させたいと思っているのか。
これが人間が思う私の姿なのか。もしかして彼女と一緒にいた時間が長かったからだろうか。でもまあ悪くはない。誰もいないようだ。みんなは一体どこへ。てっきり盛大な歓迎会でも開いてくれるかと思っていたが、おや、あれは。ドニグルではないか。他の者たちはまさかまだ生まれていない私のことを信じられず、一斉に避難し老朽を去ってしまったのか。悲しいことをしてくれる。でも大丈夫、私が現れた以上老朽はもう大丈夫だ。あなたたちは影の束縛の運命から解放される。どうした、興味はないだろうか。わかった。誰も私に会わせてくれないのなら、このつまらない一人芝居を続けることはできない。意図的か、そうでないかにかかわらず、あなたがここにいるなんて、とても面白い局面だ。私と同じ源を持つ以上、あなたも私の本質をすでに感じ取っているはず。その通り、私はかつての私だ。このような外見を手にしたとしても何の違いもない。心とはもともと体の変化で簡単に変わるものではないのだから。なぜ黙っている。ここに残っているのはそれを確認したかったからだろう。自分もさらに優れた可能性のある体を手にすることができないかを確認したかったのでは。もうその問いへの答えは出たわけだが、これからどうするつもり。まさかとは思うが、敵として私と戦うつもりではあるまい。我が同胞。こんなにも勇ましいお前の姿を見るのは初めてだから、一瞬見惚れちまったんだ。これからはどう呼べばいい。影の石、万影の王、それとも神聖なる暗き影の皇帝か。これまでと同じように核と呼べばいい。自分を疑いの目で見てばかりいる輩はやたらと名前で自身の行為を飾りたがる。だが私は老朽の思考で至上の存在だ。名前や外観が何であろうと本質的には何も変わらない。その通りだ。正しいことこの上ない。まさに金言、素晴らしい言葉で目が覚めそうになっちまった。なあ、格様、格おば様、格おばあ様、初めて人の体を手にしたからまだ慣れてないんじゃないか。そういう時に一番必要なのは信頼できる案内役と護衛だ。俺以上に頼れるやつはいないぞ。俺たちは気質も由来も似てて共通の話題も多いはずだ。それに俺は文武両道だからな。格様にとって目障りな障害を排除しつつ話し相手にもなれるってわけだ。どうだ。こいつは一時の性をむさぼりたいのか。まあそれも想定内のことではある。あなたの自己紹介と売り込みは怪しいことこの上ない。しかし私の力は十分なほど満ち溢れているし、あなたのような軟弱者を手下にする必要もない。
格差ものように強力な影が俺のような無名のやつに目もくれないのは当然だ。だが俺は以前から格様に心腹していてな、特に騙し討ち、うん、俺を封印した時の勇姿は今でもずっと忘れられないくらいだ。どうだ、そういうことで俺を手下にしてみないか。あなたが私の元を去ろうが残ろうが、何を考えていようが私は知らないし、気にするつもりもない。その言葉を待ってたぜ。まあいい、いずれにしても私は自分の創造者たちに一度会いに行かなければならない。あなたは彼らがどこにいるのか知っているだろうから案内してほしい。もちろんわかったけどな、一つ心配な点がある。格様を堂々と連れて行ったら、俺は白球たちにひどい目に遭わされるに違いない。心配は不要だ。畜産家は飼っている家禽や家畜の生活環境をそこまで心配したりはしないだろう。彼らをそれぞれの牢に入れてさらに数百年を過ごさせても私は構わない。それならよかったぜ。白球たちは今もまだ琥珀街にいるはずだ。しかしあの夢追い人というやつ、もしかしたら。そうだ、こうしたらどうだ。格様が先に進んで俺はしんがりを務める。そうすれば吹けば消し飛ぶ軟弱者な大火人の相手くらいどうってことないだろう。勝手にしたら私は別にどうでもいい。よし、しんがりという名ある仕事はこのドニグルが確かに拝命したからな。そうイライラするのは良くない。てっきりあなたはしばらく私のそばにいて機会を狙うものかと思っていた。そうやって待ちながら諦めることを学ぶのが理性的な選択だから。いずれにしても今のあなたは私にとって何の脅威にもならない。突然の攻撃、いや、あなたの言葉で言えば騙し討ちか。これは確かに予想外だった。戦術的に言えばかなりの成功と言えるかもしれない。だけどその結果は変わっただろうか。かっこよく見せる攻撃だったらもちろん盛大にやるべきだろうが、俺が今求めているのはお前の命だけだからな。ほう、吠える犬は噛みつかぬだったか。残念ながらあなたはもう吠えてしまった。無意味な形式にとらわれて自らの慰めを定義しようとする。その点からするとあなたは人間にすごく似ている。一体何があなたをそこまで変えたのか。あなたの創造者。お前には関係ない。理解できない。実力の差はあなたにもわかるはずなのになぜそこまで抵抗しようとする。あなたが勝ちたいと思っている相手は私か、それともあなた自身の恐怖心。
本当におかしい。心の中の恐怖を押さえつけているように見える。影の造物であるあなたは恐怖によってより強大な力を得られるはずでは。あなたが恐れているのは一体何？ああ、わかった。あなたが恐れているのは、あなた自身の存在そのものだ。それはあなたの創造者からもらった本能。影の造物だというのに、本当に他人の影になってしまったとは、実に笑える。黙れ！いずれにしても、あなたの犯行もここまで。もうこれでおしまいだ。私の力が分かたれた存在よ。あなたはもう恐怖を感じることはない。なるほど。つまり白球さんは相手の力を使って戦ったとしても自殺行為で玉砕にしかならないって言いたいんだね。私たちは影の力を何とかして迂回しなければならない。それができてこそ敵と同じ出発点に立つことができる。そうでしょ？ああ、それができなければ私たちはまた結局ルイジュの木と同じ末路をたどることになる。だからこそ今私は桜花の力を必要としているのだ。親切姉さん、老朽と桜花はつながってて枝分かれしてるだけの存在だから、彼らを助けることは私たち自身を助けることにもなるの。うん、あなたたちの気持ちはわかる。だから七術の戦いに加わることに関しては許可を出してもいいけど、データ研究所を代表する立場としてすぐに多くの支援を提供することはできない。え？親切姉さんはこの間必要があれば私たちと一緒に戦うって言ってたよね。確かにそう言ったよ。でも白球さんが老朽で一人の神を作るという選択をしたからには桜花としてもいろいろと準備をしなくちゃ。あらゆる面での影響に備えてね。それに影の力が完全に消滅したら海の侵食が老朽の新たな敵になる。その辺の支援活動についても早めに考えておかないといけない。大丈夫だ。まさか親切さんが私たちが勝利した後のことまで考え始めているとは。何事も備えあれば憂いなしというからね。それにみんなが窮地に陥る原因になったルイジュの疑問、白球さんと小尺はきっと本当の意味で諦めてはいないはず。そうでしょ？親切姉さん、それって親切が言いたいのは、つまり今でもうちらの力は影の意志を抑え込むことのできる手段の一つってこと？例えば話が通じないようなら道連れにするって脅すとか？多分それは何の意味もないと思う。相手が書くならあんたが死を恐れてることぐらい知ってるだろうし。いや、必ずしもそうとは言い切れない。だが今はそれについて検討している場合ではない。諸君、とにかくまずは私たちの作戦案に話を戻そう。確かに私たちに残された時間は無限にあるわけじゃない。白球さん、具体的な作戦を教えて。少なくとも私たちはボランティアとして老朽での戦いに加わることができるから。それだけじゃないよ。私たちは小尺っていう友達のためにも戦う。そうでしょ？セナ、気にしないで。私たちはただ手伝うなら最後までやりたいって思っただけ。そんなに特別なことじゃない。バルキリーである私たちは剣能に対する模擬訓練に何度も参加してきた。
規則との戦いに関して私とコラリーはそれなりに有利だと思う。諸君ありがとう。師匠見て、うち頼りになるたくさんの友達を作ることができたんだ。この百数年はそれなりに意味があったんじゃないかな。ああ以前は失礼な真似をしてすまなかった。七術をまた全老朽を代表して諸君の温かい協力に感謝する。では次に。ちょっと待って。そうだ、あなたたちは英雄だ。あなたたちが死にに行きたいなら行けばいい。だがなぜ私たち一般人を巻き添えにするんだ、セラ。少爵お姉ちゃん、私嫌だ。私は死にたくない。でも孤独に生きていきたくもない。どういうこと、合言葉の住処が。みんなはどこにいたの、見捨てないで。私を一人ぼっちにしないで。私たち消えてしまうの。どうか助けて、セラピウム様。セラピウム様。違う私いけない。結合の力が突然失われて、彼女の意識空間も。意識空間が完全になくなっちゃったらどうなるの。セラペウムと結合した者は本来なら100年前に命を落としていた。だがその力によって彼らの意識はこれまで生きることができていたんだ。意識空間がなくなればその魂たちも死に回帰し、セラペウムも孤独の身に戻ることになる。師匠、セラがちょっとでも楽になるような方法はないの。リを発散とすれば必ずその害を受ける。これは彼女が自ら選んだ道だ。だから彼女自身で最後まで歩み続ける必要がある。セラ。私の目の前にいるのは泣いているセラだけよ。苦しんでいる人もなすすべもない人も、孤独を恐れている人も、すべてはあなたなのよ。あなたしかいないの。あなたはもともと孤独を乗り越えなければならないわ。私に任せて。セラペウム、彼女は、なんだか不思議だね。力が次第に失われていってるのに、状態は逆に安定するなんて。セラが消えていこうとしてる魂たちを慰めてるからよ。セルマ？大丈夫よ。唇と指数本はまだ動かせるから。ただの剣能の反動。死ぬわけじゃないわ。体中の穴という穴から血がたくさん流れても、植物状態になっても死とは違う。そうでしょ。とにかく問題に戻るわね。結合状態の意志はできなくなってしまったけど、
今もかすかにセラの考えてることが感じられるの。みんな心配しないで、私最後までみんなと一緒に、どんなに孤独でも、その孤独が死でも。ほら、何の力もない状態でも結合は存在し続けてるのよ。セラは今でも恐怖を抱きしめようとしてるの。もちろん私も同じよ。ただ恐怖を刺激する方が好きなだけ。形は違えど、私たちは自分なりの道を選んだの。そして七術の異能があるかどうか、生きるか死ぬかにかかわらず、その点だけは永遠に変わることがない。本物の貴族というものは、生を受けてから死に至るまでずっと優雅でなければならないのよ。さて、セラの力が失われ始めたということは、あれがすでに目を覚ました可能性が高いわね。ここはやはり白球の元を訪ねることにしましょう。次は最後の決戦よ。セルマヌートリスクの従者であるあなたに、負け戦なんて許されないんだから。それとスズメちゃん、なんでもないわ、もう行きなさい。大丈夫だよセルマ。うちセルマが何を言おうとしたのか分かってる。だから安心して、あんたたちに恥をかかせるようなことはしない。師匠、うち準備できたよ。どう、夢追い人、私が巨岩の力によって術たちに仮初めの体を作り出したことは君も知っているのだろう。実際に君の夢の中でも、セナさんの病気を治すために私は仮初めの体を作ってみせた。確かにそんなこともあったね。え？ということはさっきのセラペウムたちは。そう、処刑の儀の時に私は彼女たちの仮初めの体を回収したんだ。それを別の用途に使うためにね。当時は影の剣能を統合することに失敗し、エータンが追う大隊案の負荷を減らすため、私たちは眠らなければならなかった。単独で活動できる時間も少なかったが、この100年は無駄ではなかった。100年もの間、仮初めの体を拠り所にして、私が持っているアストラルリングの残片に大量のエネルギーを注入したんだ。そして今や行動のアストラルリングとしての大部分の力を回復させることができた。へえ、何パーセントくらい？だいたい8割程度だろうか。でも一度失敗したことをそのままもう一度しようとしてるなら、しくじる確率がもっと高くなるだけだよ。確かにその通りだ。直接やり合うのはダメなの？落ち着くんだサフライ。それに私の作戦は君の言うやり方をベースにしている。結論から言うと、少爵がアストラルリングの残片を使い、当時試した得意点の統合をもう一度行う。諸君にはその手伝いをしてほしい。
うちが？ああ、君の方が私などよりずっと適任だ。方法についてはまた後で教えよう。どのように外部からそれを促すかについては、先ほどコラリーさんが提示してくれた問題をどう解決するかが今回の計画において重要な一歩になる。だが回収がある以上実際は8割よりもずっと悪い状況にあるだろう。長きにわたり7術も10人も皆回収によって今日実へ影を物へと変えてきた。それによって今日源とした者が老朽全体にはびこり、ひいては影の意志の支配する範囲が広がってしまった。だから私たちが琥珀街に身を潜め、ただ当時の天地開闢を再現しようとしているだけなら真の成功率は1割もないだろう。それって落ち着いて。白球さんがそこまではっきり言うっていうことはきっと何らかの策があるはずだよ。そうだ、だからこそ私はそれを決戦と呼んでいる。つまり得意点統合の成功率を上げるために敵を徹底的に叩いて弱らせる必要があるってことだよねその通り。言い方を変えると、みんな借金だらけだけど債権者を倒せば借金を返済する必要もなくなるってこと平たく言えば確かにそうだ。処刑の儀の最大の効果は私たちに相手を倒せる可能性を与えてくれたことだ。でもそうなると私たちは完全な力を持つ敵と真っ向からぶつかる必要があるんだよね。そうだ、アストラルリングの残片に10割、いやその倍の効果を発揮させるにはかなり厳しい条件を乗り越える必要がある。まず戦う者は相手に十分に接近し、白衛戦を連続して仕掛け相手を消耗させる必要があるつまり夢追い人が言ったように、完全体の影の意志と真っ向からぶつかるということだ。次にアストラルリングの残片が剣能と共鳴した状態になるのを待たなければならない。七星棒で諸君は以下を見たと思うが、あれは影の剣能とリングがつながっている最中という証なんだ。7箇所にある以下を全て灯さなければアストラルリングの残片は完全な力を発揮できない。つまりその火が全て灯るのを待ってから相手を攻撃するか、敵と消耗戦をする必要があるっていうこと。待ってるだけじゃ意味がない。私は何かをしなければならないんだ。確かにそうだね、サフライ。君は少女同様、今回の計画で非常に重要な役割を担っている。あ、わかった。術の力は二人にある種の負の状態を与えるからだよね。さすがはセナさんだ、鋭いね。七術の中で泥より出て泥に染まらずにいるのは覇気だけ。小さな力で大きな力に勝てるのは欺瞞だけなんだ。処刑の儀を成功させるためにもともとあった七術の力のほとんどをすでに失ってしまった今、影の意志と戦うという重責は二人に任せるほかない。だけど白球さん、あんたはまさか二人の術の力だけで七術全体の力を超えている可能性の高い相手に消耗戦を仕掛けるつもり？そうだよ、私たちじゃ戦力にもならないっていうの？諸君焦らないでくれ。ヘリアさんの先ほどの分析は正しい。二人の術だけで七術に挑むのは根本的な解決策とは言えない。そこで私はこの世界の外から来た君たちに、なんとか私たちの敵と渡り合ってもらいたいと思っている。
全てのイカが灯り、アストラルリングの残片の準備が整うまでで構わない。もしそれができれば私たちは今手元にある2枚の切り札を一番ふさわしい時期に使い、最大限の効果を上げることができるだろう。つまり後ろに控えてる最後の切り札が少女たちっていうこと？ああ、この作戦で私たちが陽動を担当するなら今すぐにでも出発しないと。敵が琥珀街を攻めたら主導権を失ってしまう。スピード重視はいいことだけど、夢追い人、あなたたちのことを桜花の全てで支援する。だから絶対に無理をしないで。いい？うん、分かった。桜花は桜花なりの武力を持ってる。どうしても事態の収拾がつかなくなった場合、データの海を拠り所にして栄華たちを率いて向かうことで敵と長期的に渡り合えるからね。こんな言い方は老朽にすごく失礼かもしれないけど、今回の件は桜花にとって一気に全てを解決できる戦いじゃない。あなたの気持ちは分かった。だけど地球と、いわゆる律者との戦いの経験から見れば、そういうロボットの数に物を言わせるやり方に戦術的な価値があるとは思えない。ロボットは言われた通りにしか戦えないから、それならバルキリーが持つ可能性を信じた方がいい。地球での話だけど、私とヘリアの先輩にあたるバルキリーたちはいろいろな方法を使って全ての律者を倒して、最終的に終焉を乗り越えて地球の神になった。コラリーってそんなにいっぱい喋れるんだ分かったよ。可能性って確かに不思議なものだしね。だけど万が一のことを考えて、私たちは老朽の全てを諦める時の準備をする。そしていつでも救援に迎える状態にしておくね。白球さん、その点については理解してもらいたいの？構わない、そういう準備は必要だ。何はともあれまずは諸君に感謝の気持ちを伝えたい。老朽の未来は諸君の手にかかっている。うん、私たちに任せて。それじゃあ先に出発する。また後でね、少女くん。明かり、師匠、あかり姉さんとうちが出発する前に一人で師匠に一つ質問させてもらえないかな？俺は？犬かな？その通り、見ればわかる。そういう意味じゃなくて、すごく普通の犬に見えるのはどうしてかなと思って。そうだね、どうしてこんなところに普通の犬がいるんだろう。ほらほら、怖がらないで。私たちはあなたのことを傷つけたりはしないよ。琥珀街から出てきて迷子になっちゃったのかな。ここは危ないから安全なところに行って。心配なんていらないよ。老朽の上空にある黒い影ももうすぐ消えるから。
当に変だね。あの犬、以前から知ってるような感じがするんだけど。外見もどこかで見たような。ドニグルの親戚じゃないよね。ドニグルに親戚なんていたかな。もしそれが場の雰囲気を盛り上げようとする冗談だったら面白いとは言えない。まさか。これはあのリトストの。この地面に刺さってる感じはまさに生はすなわち生、死はすなわち死。生死の間には明確な区分があり、本来超えてはならないもの。しかし回収の存在によって有と無、そして生と死の境が曖昧になってしまった。そして消滅していたはずのものが再び現れるような状況になっている。それはありし日の真実と全く変わらぬ姿なのだろうか。もう終わりだ。そうだな、終わりだ。もう十分だ。俺が欲してるものは得られた。これでいい。どうして私たちの間にある力の差は分かっているはずだ。どうあがいても私という存在は揺るがないということも。それなのにそうしたということは死ぬためか。なんだ、俺が死にたいと思っちゃいけないか。俺は自分がやりたいようにやるだけだ。お前に何の関係がある。こういう俺を見るのが嫌ならどこか適当な場所でも探して自分を終わらせるんだ。かかってこいよ。お前のルールに従って俺はもうお前に願いを伝えたんだ。次はお前がそれに応える番だぞ。いいだろう。あなたの望み通りにしよう。あなたは私の養分となり、私の一部となる。あなたは永遠に生きるとともに死ぬ。もうしばらくすればお前の目の前にある全てが跡形もなく消え去る。あるいは大きく変わるだろう。知っての通り、滅びを経てのみ廃れた淵から昇る可能性を得られる。そうすればお前の死に意味が生まれる。見たか、リトスト、俺は勝ったぞ。お前の名は滅びと誕生が入り混じる暗い影の中へと消し去られる。安らかに眠れ、リトスト。これがお前にかけた呪いだ。残念だ、ドニグル。恐怖を捨てたとしても私の造物であるお前の本能まではなくすことができなかったよ。私たちの勝負はまだ結果が出ていない。それ以前に世界の主よ、これからは私の番だ。武器だけが残ってる。リトストは一体。
リトスト、彼は。予想通り、お前は確かに全てを滅ぼす存在と言える。もう一人の私にとってそれはもう何の意味もないが、たとえ生き返って他人には成し得ないことができたとしても、私はお前の敵じゃない。それどころかドニグルを守ることすらできない。しかしできること、あるいはすべきことに屈したくはないからこそ、術は今まで存在することができた。死んだ術もそれを貫くべきだ。たとえ人生をかけた願いがそのせいで消えてなくなるとしても、私たちはこの始まりの地で終わりを迎える。ああ、来たか。ドニグルの次にリトスト、そしてあなたたち。まったくつまらない。少爵は来ないのか。黙っているつもり。まったく薄情だ。私が善良なる神だという可能性を考えたことは。さっき琥珀街に逃げてきた犬が力を奪われたドニグルだとしたら、あなたが善良なる神なわけないでしょ。恐怖によって訓練された人工知能であることを考えれば、あなたが普通の人と同じ本性を持っている方がおかしい。これもある種の自己実現の予言か。あなたたちが私から得たいと思っているものを、私はあなたたちが考えている方法で返そう。これまでしてきたように、もしあなたたちが心の底から私という存在を受け入れてくれるなら、戦わずに済むかもしれないが、それにあなたたちの力で私と戦った場合、どれくらい持つと思う？もしかしたら丸一日は持つかもよ。七術が一人もいないということは、あなたたちはただ時間稼ぎのために来たのだろう。しかし生も死もない無双の僧にとって、一番足りているのは時間だ。もちろん私も喜んであなたたちの最後をこの目で見届けよう。暗い影によって紡がれた100年の長夜、あなたたちは平穏に過ごした。恐怖を断つことができないのは、私が創始し神と共に闇夜が無限だと人々に知っているからだ。その力を数を揃えて返すよ。私に任せて。影の奥深さを自在に変化。それは戦いは大衆を知っているのに、どうして驚く必要がある。老朽において影は万物を含め常について回る。世の影は我に従え。自分の影と戦うとは、影の奥深さを自在に変化。数を揃えて返すよ。いいタイミング。カウントダウン。急いで片付けよう。そこまで。さあ
りを告げようか。頭を世の声我に従え。5、4、1。私こそが創造主、万物と。壊せる。神に抗えず自身に抗うことになる。動かない。エンジン点火。おーい、自分の影と戦うため。揃えて返すよ。この古の言い伝えを聞いたことがある。世の中の人々は一晩中眠らずにいられるの。一晩中瞬きを我慢することはできない。この世を覆う魔物はそういう不可避の一瞬の中で暮らしているのだと。愛は消滅ではない。だけどどうしてそうも急ぎたがる。あなたを急がせないためかもしれないね。確かに私たちじゃ相手にならないけど、七釘の栄華だってあと一つじゃない。あなたたちが私の意識を創造し、この形を作ったのに、結果を見た途端に壊そうとするのか。何もないときはあらゆる力を借り、日々自分を喜ばせていたくせに、もう焼き尽くす。喜びの果てに、またあらゆる力を借りて、自分を無に帰そうとする。本当に理解できない。久しぶり、少女くん。100年も取り繕っていた代償として、あなたたちは全て捧げることになる。影から借りた力の報いを受けるがいい。せい、私の祈る。この光が全てを焼き尽くす。行くがいい。逃がさない。せっ、
支配する。世の影我に親しすぎ。逃がさない全員粉々にしてやる。信仰は心の。少女くん、あかり姉さん、ただで手伝うよ。行くがいい。気をつけて、あかり姉さん。少女くん、あなたには無理なはず。ああ、師匠があなたに彼の偽物を見たと、わざわざ死に向かわせたのじゃ。どうやら彼は等価交換というものをよく分かっているようだ。だが、たとえ彼自らがここに来たところで、何ができる？時間が待てる。少女くん、あかり姉さん、まだ手伝うよ。逃げてもいいよ。行くわよ。生をもって勝ち、気をもって勝ち、あなたたちは確かにふさわしい人間を選んだ。でも残念ながら、油断しすぎだ。地形に気をつけよう。戦闘中に休む。油断しすぎだ。油断しすぎ。これが待つのだ。
解きに。敵はまだ。残念ながら、あなたたちはよく知らない存在に世界を明け渡してしまった。さあ、この祝典を終わらせよう。どうして？大丈夫だよ。あ、ここはうちに任せて。うちら師匠と話し合って決めただろ。うちらもともとこうならないと使えなかった切り札があるだろ。師匠の必殺技さ。だから安心して。逃げて。少爵、一緒に。今すぐ。そんなことはできないよ。師匠のことを信じないと。それに逃げるって今さらどこに？あかり姉さん、師匠は言ってたよ。今回はうちらが自分で決めてって。あの時、あんたたちは。道理で白球自身がここに来なかったわけだ。彼はアストラルリングも。ダメ。やめて。あんたのあかり姉さんにもう一度やらせて。倒せるから、私が。少爵、少爵。大丈夫だよ、大丈夫。大丈夫だよね。どうしてわからない。世界で最も汚れた液体が人々の耳元でこう囁いている。あなたたちが私に栄養をくれた。あなたたちが私に権力をくれた。あなたたちの欲しがるがままに要求し、最後には捨て去った。あなたたちは、等価交換こそが、世界で普遍の真理だということを忘れた。ご苦労様。
こちら側の世界へようこそ。我が回収へようこそ。まったく、人間とは本当に面倒だ。いつも苦労しないで利益だけを手に入れようとし、そのためなら自分の魂ですら取引に使おうとする。老朽は世界ごと力による呪いを背負った。苦労しないで利益だけを手に入れるために、苦しみから逃れるために、七術は概念をすり替え、泡の中で百年にわたる終末の喜び、ほら、至って単純で率直な欲望だ。彼らに快楽を貪りたいだけ貪らせて、死を恐れれば彼らを死なないようにした。だが残念だ。呪いである影の本質は、等価交換なのだ。あなたたちが、ありもしないものを作り出そうと企んでいた時から、泡が破裂する種はすでに植えられていた。その種はあなたたちの恐怖を吸収し、傲慢さを味わい、無知に耐え、あなたたちが滅びるのを待っていた。そして、もちろん元理を含めて、すべて取り返す。百年前のあれは、本当に感動的な瞬間だった。しかし残念なことに、彼らのうちの一人は自己満足のため、もう一人は自分の過ちを取り返すためにそうしている。ああ、そう考えれば、彼らのこの権能に対する渇望は、動機は違えど、行き着く先は同じだ。できない相談をするだけの勇気があることは、確かに称賛に値するかもしれない。師匠たちは、そんな…一人よがりに過去に陶酔するのはよした方がいい。私のために形をなす凡人よ。忘れるな。あなたたちにはすべて、私という源があることを。私が一時の気分で、あの女の要求に応じなければ、あなたたちはとっくに、泣き殻になって埋められていた。あなたたちの中に私の本質を見抜くことができる者がいたとしたなら、きっとそれはあの二人に違いない。その中の一人は自分がそれを見抜いているとは全く気づいていないが、いずれにせよアジタから解放されたあの時から、この老朽において私は事実上全能の存在となった。まさか七術が次々と深い眠りについたのは。いや、それは単にあなたたちが弱すぎただけだ。あなたたちは老朽を自分たちの庭のようにいじってきたが、結局私を介してしか支配することができなかった。回収を重ねるたびに私の力はさらに強くなっていった。それなら事の結末が一体どうなるのかはもう十分わかるのではないか。知っている。あなたと同じように私もここのすべてが好きだ。これは至って普通の回収。
琥珀街でよく知られる光景。等価交換を通じてあなたたちは私の奴隷になっていたのだ。わかる？何をしていようと最後には私に代償を支払う。私が規則だ。そうだね、あんたは規則だ。行動の天罰もあんたのためのものだよ。二加減七術、一方にキス。やらない技を。我が協力者よ、これを天罰と言ったか。あんた勘違いしてるみたいだね。うちは欺瞞の術だよ。累樹の儀は自分でできるかもね。お前のパンはね、止まれるの儀。うち小さい頃死ぬのが怖かった。七術になったのも生活のためだった。ただ ただね、なんていうか、あんたも死ぬのが怖いみたいだね。師匠、あかり姉さんとうちが出発する前に一人で師匠に一つ質問させてもらえないかな。もちろん、向こうに行って話そう。すまない、サフライ。
私の弟子が個人的なことを少し話したいようだ。気にしないで話してきて。ここなら静かだし、人に聞かれる心配もなさそうだ。少爵、師匠に話しておきたいことがあるのか。師匠、彼女たちに全ては話していないんだろ。まったく、師匠は何をするにしても文句のつけどころがないけど、嘘をつくことだけは下手だね。でもうちと一緒かな。どういうことだ。師匠ったら、そんな風にしらばっくれないでよ。得意点の再統合、言うのは簡単だけど、この100年で偽物が貯めた力があって、あかり姉さんとうちが核の化身の力を大幅に削っても絶対に成功できるという保証はないんだよね。当時師匠ですらしくじったわけだから。天罰が当たらなかったのであれば、それはもう運命ということだよ。それは違うんじゃないかな。師匠の言う天罰でも、核を、影の意志を完全に消滅させられると約束できないこと、あるいはあかり姉さんとうちがその化身の力を全く弱められないことにうちらが気づいて、そんな状況になってしまっても、考えることのできる方法があともう一つあるんだろ。少爵、私はもう決めたんだよ。ルイジの儀は諦めると。今や今回の決戦の結果がどうなろうと、何の悔いも後悔もない。他の術たちも同じ考えているはずだ。師匠は一時の感情で動いても構わないかもしれない。でも老朽の桜花にすらいけない普通の人々は、本当に悔いも後悔もないの？さっき師匠はうちが代わりに詰めに入るように言ったけど、その言葉にうちが言ったことは含まれてないの？心配いらないよ、少爵。100年の時をかけ、同じ源を持つ友人と異教から来た人々の力を借りれば、今度こそきっと影の最下の件を解決できるはずだ。君に七術の代表を任せ、アストラルリングの残片を使わせるのは、素形の儀を行ってから私の力もセラペウムとセルマのように次第に失われているからだ。君とは違い、私もしばらくすればただの凡人と化し、特殊な力を何も持たない人間になる。師匠、待って、それは違うよ。万が一のことがあったらどうするの？もし影の意志に歯が立たなかったとしたら、晩酌尽きた場合の策みたいなものはないの？本当に想定外の状況に陥ったら、その時に対策を考えればいい。でも影は対策を考える時間なんて与えてくれない。違う？少爵。師匠、以前手を下す覚悟ができなかった師匠を見て、うちは確かに嬉しかった。死を恐れない人なんていないからね。だけどうちらが本当に失敗してしまった時に、師匠がうちの命を惜しむあまりに最後に残した必勝の奥の手を使うのを諦めてしまったら、結末が夢追い人が見たようになってしまったら、うちと一部の人以外、つまり老朽の全ての命が影によって食い尽くされてしまうんだよ。師匠と他の術たちは本当にそういう結末を受け入れられるの？君は。師匠さ、でも今はもうそんなに怖くないんだ。だいたい以前の6割、それに
ルイジュの義は最後の保険みたいなものだよ。師匠の計画がうまくいって影を倒せればうちも元気に戻ってこれるから。そのいや、なんでもない。とにかくうちはみんなのことが大好きだし、老朽の活気あふれる暮らしが大好きなんだよ。わかった。君の言う通りにしよう。師匠？今この時から君は死の後を継ぐ継承者だ。すべてを君に渡そう。これって七術全員の仮初めの体？それに師匠のアストラルリングも。そうだ、御影七術一方にキス。この仮初めの体の支えがあれば君一人で過去の七術全員に匹敵する力を持つことができる。行動のアストラルリングを再起動させる方法もこの中に含まれている。もともとこの仮初めの体だけを君に渡そうと思っていた。だが少弱、君が自身の判断で必要だと感じた時は君と私のアストラルリングの残片を使ってルイジュの儀を発動させ、影の全てを終わらせることを認めよう。はい師匠。もちろんうちもそれを使わなくていいことを願ってるよ。師匠どうしたの？じっと見て。うち別にいきなり格好つけようと思ったとかじゃないよ。結局うちは恐れているんだ。故郷の人たちに顔向けできないようなことをしてしまったらうちは死ぬのがすごく怖いけど、メンツってものはやっぱり気になるんだよ。私はただ死として君こそが100年にわたる絶望を経た御影七術が最終的に見出した希望なんじゃないかと思ったんだ。君の術としての特性や類似の儀が唯一無二であるからそう言っているわけではない。君が人としてもともと持っている強さとしなやかさからそう思っているんだ。強さとしなやかさ？うちにはよくわからないよ。あかり姉さんもセルマさんもセルマもうちのことを体がふにゃふにゃだってよく言うのに、あ、それにドニグルですらうちよりも気骨があるって思ってるくらいなんだよ。いや強さとはそういうものではないがいや構わない。君がすでに持っているものなら私が余計なお世話をして詳しく説明する必要はない。もしかしたら、いや言わない方が縁起いいだろう。え？何でもないよ。時間がない。夢追い人たちはもう出発したし、私たちもサフライを待たせるわけにはいかない。わかった。じゃあうちあかり姉さんと一緒に行ってくるね。そうだ師匠。うん。無事に任務を終わらせたらうちと一緒に琥珀街で思いっきり遊んでもらうよ。英才を駆逐したら町は今までにない盛大なお祭りを開くだろう。見逃すわけにはいかないよ。ああ約束する。本当に？じゃあごちそうもお願いしようかな。ほら、初めて会った時うちも言ったよね。うちは生活感のあるところが大好きなんだ。
るっと回ってニャンコの目出発。セナディア、必ず任務をクリアするよ。